皆さんおはようございます、まだ寒いんですけれども、先週と違って今日はまだ 寒いですね。11度ぐらいですかね、今日。ただやっぱり新緑で春の風が吹いてますね。寒い、冷たいですけど春ですね。連休に入りました、気持ちいいですね。街が静かに感じます。これが品川のビル群ですね。先週もですね、仕事の手を抜かず朝から夜遅くまで頑張っています。今日は風が強いですね。8時頃なんで今日はね、ちょっといつもよりも遅いんで走ってる人が近く出てきていますね。先週もですね、連休前で予定は入れてないつもりなんですけど、結局いっぱい入ってましてですね、忙しい1週間でした。仕事の方もですね、順調にですね、いきそうですね。これを見ている皆さんにもぜひお願いしたいのは、やっぱり英語学校ですね、日本の価値観とか日本の文化とかそういうものを教えるっていうことはですね、非常に彼らに関心を持っていただけることではないかというふうに感じています。それからあと企業に対してもお客さん様との、ね、信頼関係を築く上で日本人としてのあるべき姿とか志とか、やっぱり二宮金次郎の銅像がですね、ダイアンを読んでいるということは、まあ、ではもう廃れてしまいましたけど、今一度思い起こして勉強してほしいですね。まあ、そんなことをですね、毎日いろいろな方にお会いして話をさせていただいています。こう春になってきますとですね、気温が低いんですけど、何かこう、まあ、寒くないっていうかですね、暖かさを感じますね。気温は高くないんですけど暖かさを感じます。今日走ってるコースはですね、いつもと同じですね。後ろから車が来ました。でここの突き当たりをですね、また U ターンします。まあ、いろいろ紆余曲折ですね。まあ、私の勉強しているようですね、日本の社会に関係するかというのを一夜努力しています。紆余曲折ですね。昨年11月に本格を辞めて、今までですね、いろんなことをして、まあ、講師登録とか、それから顧問契約とかいうことをお願いしてきましたけど、やっぱり一つもうまくいかなかったんですね。で講師登録はですね、まあ、顧問契約は放置してありますけども、講師登録はですね、日本語の講師登録は、ね、まあ、値段を下げてですね、話を今交渉していますね。まあ、そのうち学校の PTA とかいうとこから講演の依頼が来ると思います。
いい天気ですね、今日は。とは言ってもですね、先週ダウンジャケットを脱いだんですが、今日はですね、もう一回着せます。こういうような感じですね、着ています。まだタイツは履いています。こういう感じですね。やっぱり着せないと今日はやっぱり寒いですね。まあ、こうやって見ますと、スケボー広場ですけど、新緑ですね。あとはツツジですね。そういう季節になってきました。で、ここから行動に出ます。